鉄腕ダッシュの韓国ロケから見えるジャニーズ事務所の駆け引きと平野市用の未来。3月26日のザ・鉄腕ダッシュの放送でジャニーズタレントが韓国を訪れたことが話題となりました。特にキングプリンスの平野市用の韓国事務所遺跡説が浮上しており、その舞台裏には一体何があるのでしょうか この記事では、韓国ロケの裏側とジャニーズ事務所の駆け引きに焦点を当て、平野市要の未来について考察します。韓国ロケの背後に潜むジャニーズ事務所の駆け引き、韓国ロケを行ったジャニーズタレントたちによって、視聴者からは様々な意見が寄せられました。一部では、ジャニーズがまた韓国か、韓国ロケが多いね、といった声もありました。 しかし、この韓国ロケには平野市用の韓国進出の噂が絡んでいるようです。韓国好きのライターによれば平野市用さんの韓国事務所遺跡説を受け事務所が動き出した可能性がありますとの見解が示されています。平野が遺跡を考えているとされるのはハイブで、これに対抗すべくジャニーズ事務所が韓国での活動を強化している可能性が考えられます。 特に18日放送のキングプリンスルでのエピソードが注目されています。平野が韓国を訪れ、首都ソウルをパク、通ォ音をベリーと答えるなどの天然な一面を披露。しかし、これが逆に韓国国民に叩かれる結果となりました。ライターはこう語っています。 韓国になれないうちに平野さんを韓国に行かせ天然発言で炎上させ平野下げを狙ったのでは、移籍したところで炎上した過去があるとわかれば、いずれハイブに移籍したとしても韓国アイドル市場でライバルにはならない、との見方を示しています。現在、ジャニーズ事務所は平野使用の移籍対策に積極的に動いているようですが、 果たしてその行動が成功するのか、続きを見ていきましょう。ジャニーズ・タレントの韓国ロケとはザ・鉄腕・ダッシュの企画では、国分大地、岸優太、横山博、森本慎太郎の4人が2人ずつのチームを組み、徒歩と公共交通機関のみで3000歩で韓国に行けるかを検証するという思考でした。 しかし、一部の視聴者からは、スーツケースに乗りながらの移動などが一般人に迷惑をかけているとの意見も上がりました。このような視聴者の反応から、ジャニーズがまた韓国か、という声が広がっています。しかし、これには平野市用の遺跡説が絡んでおり、単なるロケではない深い事情が潜んでいる可能性があります。平野市用の韓国進出の背景。 平野市洋が韓国進出を図る背景には、ジャニーズ事務所から見た時の戦略的な視点があるようです。彼が遺跡を考えているとされる韓国の事務所、ハイブは、世界的に有名なアイドルグループ、BTS を排出したことで知られています。 一部の業界関係者は、ジャニーズ事務所からしてみれば、日本のアイドル市場のシェアを奪われてもおかしくない、目の上の単コブ、ではある。ならばと、韓国のシェアを奪いに行っているのでは、との見方を示しています。韓国はアジア全体で非常に競争が激しいアイドル市場であり、成功すれば、世界展開が見込まれます。 ジャニーズ事務所が平野仕様を韓国に進出させることで、廃部の画像に立ち向かおうとしている可能性が考えられます。平野仕様の未来とジャニーズ事務所の再配、鉄腕ダッシュの韓国ロケをきっかけに、平野仕様の韓国進出説が浮上しました。ジャニーズ事務所はその対策として、 彼を韓国に派遣し、一部意図的な炎上を狙ったのではないかとの見方があります。しかし、平野市要が韓国で成功するためには、その才能や個性が求められます。韓国アイドル市場は厳しい競争が続く中でのスタートとなるでしょう。ジャニーズ事務所の再配と平野市要の頑張りに注目が集まる中、 今後の展開が非常に興味深いものとなりそうです。